何をするかっていうと、毎日メイクを行っていきます。ヘイヘイドクター、ヘイドクター。では早速やっていきます。で、私がいつも使っているこちらのバービーのカラコンをね、つけていきます。てかごめんなさいね、私チョコの食べ過ぎですごくニキビがピッピッピッってついてるんですけど、ごめんなさい。はい、カラコンを入れました。ベースメイクを行っていきます。私はこちらがね、すごい大好きでいつも使っています。はい、そしたら次パウダーファンデーションをパフパフしてきます。適当にね、コンビニでサササッと買ったんだけど、もう1年ぐらい使ってる。そう、こっちのね、目の二重幅の調子が最近良くなくって、メイクするまで絆創膏をね、ちょっと何時間か二重幅につけると結構後ついてくれるの。だから絆創膏大好き。絆創膏ってなんか言い方3つぐらいあるよね。カットバンと絆創膏と、なんだっけ、思い出せない。トウモロコシもさ、トウキビとかさ、コーンは英語か。いろんな言い方があるから面白いよね。はい、塗り終えました。そしたらね、こちらコンシーラーをつけていきます。私実はコンシーラーデビューしたのが1ヶ月ぐらい前で、本当にそれまでね、コンシーラーっていうものを使ったことがなかったの。違うの、なんかクマないアピールとかじゃなくって、なんか自慢とかじゃなくって、使い方が、ツバ飛んだ、使い方がわからなくて買ったことがなかったの。でも本当にコンシーラーすげえと思って最近ハマってる。で、なんか親切にね、いろんな色があるんですよ。明るい色、中くらい、濃い色って3つ入ってるんだけど、私は肌の色が結構濃いので、この色しか対応してくれません。だから私はこの濃い色を使っていきます。ニキビがね、ちょっとひどいので、チョコの食べ過ぎで、だからニキビをね、隠していきます。ニキビっていうか吹き出物だよね。私はもう20歳過ぎているから。でも吹き出物ってなんか不潔な言い方だからやだ。ニキビってなんか可愛い、ビキニみたいで。こういうところとかもさ、大仏さんのところにできるの。よくコンシーラーって本当にニキビ隠れるんだね。噂では聞いてたけど、すごいなって思う。次はじゃーん、これ本当に大好き。こっちが暗い色なんていうの、シェーディングっていうの、シェーディングで、こっちがハイライトになっています。ここと鼻先と、まあ、これぐらいかな。そしたら指でぼかしちゃいます。はい、そしたら次ハイライトですね。シューッと鼻筋にね、鼻先にもチョーンって、あと顎とか顎にも塗りますはい、こんな感じになりました。少し鼻がね、高く見えてると嬉しいです。ということで次は眉毛を描いていきます。はい、まずはこちらの眉マスカラをつけていきます。こう毛並みに沿ってじゃなくて、私逆にこうやってやる方が好きなんだけど、皆さんどうやって塗ってますか？眉マスカラはね、冷たくてね、気持ちいいから好き。で、眉マスカラが乾くまでね、ちょっと時間がかかるので、それまでね、チークを塗っていきたいと思います。まずこちらのオレンジのチークを塗っていきます。まあ、特にチークのこだわりはないですねぐる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 こさ。次はこちらの赤いチークをね、塗っていきます。まあ、シェーディングと赤とピンクがね、3つ入っているのですごく便利ですけれども、私は赤しか使いません。このさ、左右対称にしなきゃいけないわけじゃないですか。難しいよね、メイクって。ちょっと鼻にもシュ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 。はい、こんな感じでチークを塗りました。そしたらね、眉毛の続きをしていきます。ペンシルアイブロウですね。アイブロウペンシルとか私ダイソーとかでいつも買ったりしてます。眉毛は太くて長い凛々しい眉毛が好きなので、長さをね、出していきます。あと綺麗にね、形も整えていきます。こういうところ眉頭もね、ちょっと描いていきます。そしたらこちらのアイシャドウのこの色、アイシャドウなんだけど、キラキラが入ってないので眉毛にもね、結構使ってて、こんなに減ってます。はい、筆でね、なぞっていきます。はい、こんな感じで眉毛は完成しました。次はね、目元をやっていきます。じゃん、こちらのキャンメイクのね、アイシャドウパレット、この茶色がすごく好きで、赤っぽい茶色がね、すごい好みなのでよく使っています。で、このハイライト、
もうピンクっぽくて、この茶色とね、すごい相性が抜群で、すごい好きです。はい、ということで、いつも通りね、指でつけていきます。結構濃い色なのでね、つけすぎるとだいぶけばくなっちゃうので、まあ、全体に伸ばす感じで。目の上に塗ったら、そしたら目の下にも塗っていきます。そしたら次、こちらのこの濃い色を筆にとって二重幅の線に沿って塗っていきます。このくぼみに塗ることで彫り深く見えてくると思います。目の下にもね、ちょっと塗ります。で、ちょっと塗りすぎたなと思ったら、綿棒でね、微調整をしていきます。そう、ぼかしたりもね、できるので、綿棒で。はい、そしたら目頭にね、ハイライトをのせていきます。さっきのこのキャンメイクのね、アイシャドウパレットのこのハイライトを目頭にのせていきます。そしたら次、アイラインを引いていきます。こちらのね、メイベリンのやつです。私は目頭から目尻までこうピーって引くんじゃなくって、目尻だけに引くことが多いです。ちょっと跳ね上げです。息ができない。いつもよりね、若干長くなっちゃったかも。そしたら目頭にもね、ちょっと描きます。本当に気持ち、ちょこんってつけるだけ。あ、もういい。足が痛い。で、なんで目頭から目尻までこう、ブイーンって引かないかっていうと、ここにもね、アイラインを引いちゃうと、二重幅がね、ちょっと狭まって見える。狭く見えちゃうので、やっぱりハーフの方って二重幅が広いじゃないですか。あえて、引いていません。その方がね、二重幅が広く見えるのでいいかなと思います。はい、ということで、次、こちらのダイソーのアイラインを目の下に引いていきます。これは結構ね、薄い茶色なのでいい感じなんですよ。こんな感じですね。本当はペンシルアイライナーでね、目の下は引いた方がいいと思うんですけど、ちょっと先代のものが、先代前使ってたものがちょっとなくなっちゃって、で、買いに行くのがちょっとめんどくさいので、ペンシルではなくって普通にアイライナーで引いております。そしたら次ですね、マスカラを塗っていきます。もう少しだ、みんな頑張って。ということで、こちらのいつも使っているハイパーなんとかカーンとかカーンとか、本当はね、このマスカラ下地っていうのをつけてからこちらを塗っていただく方がまつげに長さをね、出せると思うんですけれども、なんかあんまり大した変わらないかもしれないと思っちゃって、これ塗ってこれ塗ってトゥトゥトゥンってやるの、ちょっと だるいっていうか、めんどくだるいっていう言葉遣いは良くないですけど、めんどくさいっていうのも良くないね。二度ジャック、やっと終わった。マスカラ好きじゃないの私。マスカラって本当に大変だって、いつもマスカラのさ、液をさ、まぶたにつけちゃったりとかさ、コンタクトについちゃったりするの、それを取るのもめんどくさいし。はい、マスカラをつけました。こんな感じです。いかがでしょうか。最後はリップですね。まずはこちらの赤いリップを塗っていくわ。こんな感じ。結構塗りすぎると赤っていう感じの、なんか印鑑っぽいなんか色。まあ、とにかくめっちゃ赤だから、あまり塗りすぎないように塗っていくわ。もうこれぐらい。一回こうピュって塗ったら、もうそれを伸ばしていく感じ。次はこちらのお色を塗っていくわ。ピンクよ。
グロスはね、2回ぐらいピッピってやればいいの。天ぷら食べたみたいになるから。あとはビューラーをしたふりをすれば完成。なぜビューラーをしないかっていうと、ビューラーのしすぎでまつげが抜けてきてハゲてきたから。ということで、今日の私の毎日メイクはこれで完成です。あ、ピン止めがついてたわ。はい、ということで今日は私の毎日メイクをご紹介していきました。ということで、この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。